麻雀スタジオ久しぶりに点を打ちます。今820原点割れ4段に落ちないように、点法では落ちることをチャオというらしくて、まあ、4段にチャオらないようにという感じです。まあ、成績は相変わらず悪いですね。今久しぶり見たら1茶3回4茶10回すごいひどいな。まあこの程度の実力ぐらいを持ってればいいと思います。まあただ目指すのは6段です。ちょっと久しぶりに打つというか点法を開くんですごい新鮮な感じです。あーこんな感じだった。手がいい。ドラリアンピントンパツ親、あとウーワンロースを重ねてリーチイースーピン、ウーパーワン重ねればメンタンピンドライチポン、イースーピンから入ったらイーピンから入ったら Q ワンギリリーチかウーワンギリリーチか迷うところです。ポン、んなんだこれ、右は E1 鳴いてるけど Q1 切ってるんで染め手ではない。チュンと E1 鳴いてるけど捨て牌が1級ばっかなんで変則手でもないんで、チュン赤1とかチュンドラドラとかそういう、これはちょっとリーチかけて相手を潰してあげたい。かなり迷いましたね。ウーワン切って6級ワンの方が上がり拾えるとは思うんですが、ちょっと単陽の誘惑に今負けて、級ワンの方がまあ確実に出やすいんで、ウーワン切って6級ワンリーチもすごいいいと思います。これ右と上がポンしてなければ闇なんですけど、数ピンから闇でロンできる形から引いたんで、こうなると困るのが右の人と上の人、もう上がりに一直線に向かうか頑張って当たり早を抑えるかなんですが、かなり難しいです。 G1 が3枚見えたんでパー1は出ると思います。G1 が3枚見え、私1枚、 G14 枚見えてるんでパー1、Q1 もう使えないにもかかわらず Q1 が出ていない。誰か統一で持ってますね。 Q1 パー1は2枚見えてる、 Q1 は多分統一で持たれてるんで出ないと思います。パー1は出てもおかしくないです。というよりこんなこうやってスピードを目指してきた人を下ろしといて長引かせて積もっていうのが狙いなんで、積もってくれないと、お、あ、Q1 出ちゃった。パワー1は出てもいいですね。マンズも6も7も9もないんで、ってことはパワー1が統一で持たれてんのかな。ドン、まさかの赤ウー出てきた。まあでもこれも狙い通りで、2泣きしちゃうともう中途半端に降りれないんで、もう上がりに突っ張るしかないと。結果天敗維持するために自分の手が1000点2000点なのに、まあ1万2000に勝負していくっていう形になるんで、ちょっとシャンテン数落としてでも最終形見ながら進みたい。右はピン付近でしょう。上がちょっと真ん中出すぎかなと。左
もまあピンフケかな。まあ棒天則理よくわからん系ですね。上は変則手っぽい。まあドラリアンピンなんで、ちゃんと7にして、7万にして、ドラのリアンピンプラス差し子を見て。うわ、すごいとこ来た。ちょっともうこれは。リアン、もうチーですね。リアンウーピンチー。まさかの天保でこんな綺麗な単品三式ドラドラ、ごめんなさい、単品三式ドラ1、これは出るでしょう。スモ6000オール、ちょっとこれできすぎですね。ちょっと待ってください。来客でごめんなさい。あっと、ちょっと今来客がありまして、点数浮いてるんで多少余裕がある。20日チューン1泣きしときたいですね。どっちか2泣きはしたくないけれど、ポンだな。ポン。これは上がれる気がするんで。チー。チー。本当は頑張って上がりに行かなくてもいい局面なんですけど、さすがに端っこが重なって上がれるでしょうっていう形になったんで泣きました。E1 1つ、初は2つ。E1 だと1500か。なんだ。C。大した手でもないですね。初で。ニックか。チー。あ、ミ。危ないトーン。左がもう789と567泣いてるんで、もうバックの自敗しかないですね。まあちょっとの可能性で3色とか1通ありますけど、基本バックの自敗です。なので、トンなし、ペー、あ、ペー。ペー持ってきたら E1 切るかなと。白は出てる、初。ペーと初ですね。リーチ。あ、チュンもか。意外と。チー。ペー、初、チュンのどれかのバック。一番読めないのは3枚手の中にあんこっていうのが一番きつい。読めないですね。あ、白が統一だったのか。ん？1打目に白切ってるのに2枚白が出てくる。ちょっと分かんないですね。1打目に白切って手の中から後で2枚白が出てくる。まあ重なったから出たらポンしようと。まさかの振り点白期待の1位だったのか。ローソーは現物、トンの方がいい。ドラそばのローソーよりはトンの方が。
上は3ピン。スッチーピン、ノベタン、スーピンだと高め3式。結構、大物手でした。これはペーポンして。ザンクで。ポン流してあげようと。今回は稀に見る大トップですが、このくらいの点差でもトップ確定みたいなことを思ってて前負けたんで、普通に別におごることはないんですが、普通に打っていきます。何かもうトップ確定だと思うんで国士狙いますみたいな。じゃなくて普通に打ちます。みんなピンフ系の捨て牌なんで、両面リーチか自牌のポンから入ってくるだろうと。打点を狙わなくていいっていうのはちょっと、有利なところですね。トップだと2000点のテンパイ。親はタンヤオドラ1。これは肉か5パあるんで、当然振りたくはないんですが、スモ肉の方でしたね。リアンワンが手の中になかった。エンチャンされたんであまりいい傾向ではありません。からなら泣いてもいいなとは思いますが、本当はこんだけのトップだと面前で黙って構えて他3人で点数競って曲進めてもらった方がいいわけで、自分が上がって曲進めるみたいな場ではないので、白もスルーでいいかなと。2枚目はちょっと泣くかもしれない。リーチ、あ、もうこれは上がってくださいなんで、何は一応勝敗ですが通っていただきたい。何くらいは嘘を通ったんで、パーソー現物、リアンゾーも筋で通るかなと。右は攻めざるを得ないんで、右から出る論牌が出てくるんじゃないかなと。パーソー現物、Q1 現物、何は通る、イーソー通る、白も通る、初は1枚切れ。急走は現物、3ピンも通る、
とは白白三品。スモ。ハネマン。まあハネマン上がられるとさっきの余裕はもうないですね。さっきは3人が同じくらいへこんで自分だけがドーンって浮いてましたけど、ハネマン上がられると右の人がしかも親が残ってるんで逆転は大いにできます。なのでさっきの余裕はもうないので自分が上がりって蹴りに行くっていう姿勢が必要です。左はポン。マンズの本一かなと思うんで、まずマンズが。ちょっとこれはまあ、追いつけないんで。1万7000点差。というよりは親なんで。レンチャンが効く以上。または天敗連チャンである以上はポン、まずいですね。右と上はどうぞ泣いてくださいなんですが、左だけは要注意。闇ピンフイーシャンテンなんでイースーソーから入ったらじゃあカンリアンワンでリーチするかっていうのがネックですね。リアンワンから入ったら当然闇ピンフ、イースーソーから入ったら E1 あたり切ってもいい気がします。ここはリアンワンでリーチしたところで左の人は、まあ、ラスには落ちないと思うんで、左の人ってそういう余裕があるんで押してくるんで、カンリアンワンリーチ弱いなと。ちょっと鳴ってみないとわかんない。まあ、K 点くらいかな。K 点取る。あ、こっちの方がいいな。食いたんもいける。スーソーチー。G1 からは鳴かないです。あ、わかんないな。もうスーソーの肩上がりでも偶然出てくるっていうのはあるんで。泣くべき かも。迷うな。まあ、泣くかな。もう、ウーワン、チーワン泣いて、スーソー肩上がりでも、この局面はいいかなと。ドン。これは上の人ナイスと。助けてくれた。あと連続6回トップ取らないと、トントン、いや、トントンでもないんですよね。いや、1茶が10回、4茶が10回でもトントンじゃないんで、マイナスなんで、ちょっとひどいなと。まあ、頑張ります。配布見たいと思います。今回、久しぶりにトップ。まあ、トン一局、4000オールと、ごめんなさい、12000と6000オール上がったんだから、トップ当たり前なのに、ちょっと苦労した。ハイパーいいですね。イーシャンテン。右は、チュン、チャンタ、ドラ1。ん ?9番切った。ウーソーくらい切りたいですね。上は、ハツ、ドラ1。マンズの染めても見える。左は、まあ、普通の、棒天即リで、私、テンパって、ウーパー1のタイヤをつけるか、出やすそうな6級1にするか迷ったんですが、結果、ウーパーワンでなかなか出なくて、で右が打ってる最中も言いましたが、まあ、2泣き右が2泣き上が泣いたからこそのリーチなんですが、多分テンパってウーワン出たんでしょう。上はウッパーワンあんな感じで掴んだらもうトン泣いたけど降りるっていう感じですね。ただ、ウッパーワンをちゃんと、こ
こまで引っ張ってる。マンズがバババッと切れてるんで、マンズ通るんじゃないかなと。安直な読みもあってもおかしくないんですが、抑えてるあたりさすがだなと。まあもう多分降りるのに、ここまで順目来るのに、この短い手配で相当苦労したんで、もう回せないと。もう全部危険配みたいな感じだとは思うんで、テンパイ取ったと。スーソー、あ、ん？スーソーはでも17通ってるんで、スーソー通りそうですね。ピンズは、ん？ 3、 あ、ピンズはわかんないか。スーソー切ってもいいんじゃないかなと。ドン！まあただ、テンパイ取って、自分が上がりきる方が一番安全みたいな、そういう理屈もわかるんで。ちょっとこれ1打目にイーピン切ろうかなと迷ったんですが、イーソー切りました。この手ジャントーが、まあ、4統一なんでチート一の可能性はありますけど、親の時に狙いたくないのと、最終形こんな統一がたくさんあると。これ単品系の手牌なんで、まあ、一番パッと見も誰もがいらないのがイーピン2つ邪魔くさいと。相当チートイツに傾倒している方じゃない限りは。なので1打目にイーピン切るぐらいがちょっとちょうど良かったですね。ちょっと私は2打目に切ったんですが、まあただ単品3式を綺麗な3式貼って、もうこんなの2ピンがドラなんで、まあ2ピンでもいいし、単品3色ドラ1、まあ、この曲は交通事故みたいなもんですね。こんな闇で6000オール積もられたらやってらんないですね。あとは何かあったかな。まあ、リーチ来て連チャンされて、リーチ来て降りる、まあ攻撃もして、点数余裕ですが攻撃もちゃんとできて、危ないとこは回したり降りたりしてうまくできたんじゃないでしょうか。あ、この曲左の人がなんか3巡ぐらいで上がっちゃった曲、左の人、あ、まあ手かっこいいですね。一通を狙いたいんですが、チュン泣いて、ただ左の人親あるんで、トップを大いに狙える点差です。なのでこの判断は素晴らしかったと。スモ。左の人の1万2千見よう。私の手格好いいですね。少しあの、面前で行きたいと。点差離れ、この時点ではみんな1万、2万点以下なんで。3人の争いが始まるので、傍観と。なので、白もスルーしようみたいな話をしていたと思います。左がいい。単品3式。ドラ1。親。まあ、悪くないですね。ちょっと重いですけど。上がほぐさないと上がれないですね。チート以外は。ん？ほぐす気なし。まあ、チートイも見てたんでしょう。うわ、すごいとこ引いて。あ、もうこの辺でほぐし始めて、チートイの保険もかけながら、ペンサンズを嫌う。あ、いい打ち方ですね。もうこれは、あわよくば三色と。今何は当然スルーですけど、白もスルーですね。この点差であれば。下三人が1000点2000点の争いをする。安い手で2丁を狙ってくると。そういう場なんで、まさか1万2000上がってくるとは。リーチ。
確か上からあれ積もったんだっけ。あ、積もったのか。積もちょっと強烈でしたね、積も。まあ危なげなく、危なげなくはではないか。ちょっと大トップを取っ、6000オール上がった割に逆転されるかもみたいな状況になったのは、ただ自分が振り込んだっていうよりは他の人、左の人の上がりが素晴らしかったということなんで、まあいいと思います。今回も見ていただきありがとうございました。減点目指して地道にやりたいです。